一晩でその12家族をにしたと言われている場所です。はい、なんかこの集落ありそうな気もするんですけど、の名所として有名なんですけども、はい、みたいですね。すごいな、ちょっとここは。今宵も月が綺麗やな。さあ出発や。つー全国熊本、どうもヤカズです。リエゴです。はい、今回熊本にやってまいりました。はい、今日はですね、はい、後ろにも映っております、薄ねぎり、こちらに来ております。この場所では一体何があったかと言いますと、はい、時代は江戸時代です。この場所にですね、ちょっとまあ上に上がったところにあるみたいなんですが、もともと集落がありまして、ここでは12家族住まれていたみたいです。でその12家族がですね、はい、隠れキリシタンやったみたいなんですよ。でその時代ではですね、はい、江戸幕府がこのキリスト教をもう禁じていたんですよね。はい、はい、なんですが、その隠れキリシタンの人たちが隠れて信仰を行っていたみたいで、それを発見したこの幕府の連中が一晩でその12家族をにしたと言われている場所です。はい、でそのにした人たちを12個の塚に分けてこの埋めたと。はい、まだ行ってないんでわからないんですけども、はい、その平坦な道にちょっとこの土がこのもっこりしてる場所があると、そういうのをまあ土まんじゅうっていうらしいんですけども、はい、その12個のその土まんじゅうを今日はもう見つけに行くと。でその場所に行くと、もうどうも体調が悪くなると言われる、そういった呪われた場所みたいです。では行きましょう。奈良市民ホラーチャンネル。はい、では行きましょう。はい、多分結構長い道のりになると思うけど、なんか雰囲気的にやけど、はい、なんかこの集落ありそうな気もするんやけど、あかん、しんどい今日なんか体力ないぞ。大丈夫ですか、呪いじゃないですか。早くも大丈夫。薄ねぎりがこっち。看板だけ見る？はい。いや、せやけど、ほんまになんもない場所やな。あ、お？見つけましたよ。これ？だって、もう看板、あそこだけもっこりしてるって。なんかで囲っといてよ、突然踏んじゃうやん。もう先説明した通りですね。はい、はい、じゃあほんまにだからこの付近一帯というか、もうこの辺りにもポン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 って家が並んどったんかな。はい、だってこっちの方とかさ、もうちょっとめっちゃ急斜面でなんか崖みたいになってるやん。はい、だこっち側に家建つこと不可能やから、もうこの一帯なんやろな、ほんまに。まあでもちょっと映像じゃちょっと分かりづらいですけど、ほんとボコってなってますね。もうそんなに回るとこなさそうやからさ、はい、トリフィールドだけちょっとつけとこうか、はい、とりあえず。あ、ちなみにここ別名仙人塚っていうみたいですね。仙人塚？はい。で、まあ、12家族、はいはい、合計で60人ぐらいいるみたいですね。あ、そんなおったんや。はい、え、その60人全員ここに埋まってるってことですかね、やっぱり。そっか、誰も12人とか言ってないもんな。はい、12の家族ですもんね。おぉ、ちょっとまあ反応あるな。なんか下下りそうなんで上がりましょうか、先の道。はい、さっきからこの辺にめっちゃ話しますね。確かにな、上なんかな、下なんかな。え、こっち向いて反応薄い。なんかに反応しますね。こっち？でもなんかちょっと道はあるけどさ、下に降りろと。
めっちゃ反応しますね。下はもうこれ以上何もないんで見えないかな、ほんで。まあ今反応しとった場所、一応上はちょうど12つかあるとこだからな。はい。なんか、十字架のネックレスやな。ああ、うん、イエス様があの貼り付けのやつですね。なんかここ聖地とも書かれてあったから、ああ、未だに来てる人多いん違う。じゃあまあちょっとせっかく来たんで、まあ、2、30分、はい、ゆっくりしましょうか。はい、でまあなんか怪奇現象が入った時はそれを皆さんにお届けしましょう。はい、場所移動しましょう。はい、次の場所へ。ダラシメホラーチャンネル、お疲れ様です。お疲れ様です。いつもそれやる2軒目ですね。はい、はい、田原坂に来ております。田原坂公園ですね。熊本で一番有名な心霊スポットですよね。めちゃくちゃ多かったな、はい、100件以上DM来た。でここがですね、まあ、西南戦争、日本で一番最後にあった内戦なんですけど、はい、西南戦争の田原坂の戦いの舞台がここなんですよ。で西南戦争の田原坂の戦いが一番その戦いが激しかったみたいで、2800人ぐらいがここで亡くなっております。亡くなった方の慰霊碑と、はい、なんか墓地があるみたいですね。なるほどなるほど、はい、ってことはそんなまあ広くないんかな。ちょっと敷地入ってないから分からへんけど、ちょっと一回、あ、これが、あ、美少年の像ですね。そうですね、はい。なるほど。これ全部が名前なんや。はあ。駐車場と電話？こっちじゃないの？こっちは何もないですね。ってことはお墓はどこだ？車で12分離れてる場所にあります。あ、ちょっと移動せなあかん。移動しましょうか。ちょっと俺休憩がてらじゃあここで見張るからさ。はい、車先戻って官軍墓地の場所だけナビ出して調べといてよ。わかりました。カメラもらうわ。それまあ10分後ぐらいに行くわ。はい、うん、はい。まあ、本当何事もなくって感じですね。はい、特にまあ何も起こることなく、全然、気配すら何も感じなかったです。場所移動しましょう。だらしめホラーチャンネル、ここが七本官軍墓地。もうすぐ真横ですね。っていうかこの場所普通に怖いんやけど、なんかさっきとこで住宅街やったやんか、はい、なんか一気に山奥来たよなって感じやな。夜でも来ていい場所やけど失礼します。すごいな、ちょっとここは。あ、いいっすか。はい、さっき僕ちょっとこっちに移動する前に正直みたいな話したと思うんですよ。はい、特にまあ何も起こることなく、全然、気配すら何も感じなかったです。ほんまにね、もうほんまに居心地のいい公園やなっていうぐらい何もなかったんですよ。
さっきの公園はもう気配すら何もなかったんですけど、ここ結構やっぱ異常じゃないですか。いやまあおるでしょっていう感じかな。なんか全然いけんねんけど、なんかこれ以上歩いていけるかなっていうぐらいちょっと変な空気感ですね。ああそうやな、何も書いてないかなと思ったらしっかり刻まれてるな。中には欠けてたりとかちょっと傾いたりとかしてるけど、ちょっとあれやな、あんまりこういうこと言いたくなかったけど、いや全然余裕はありますよ、全然余裕はあるんですけど、ここずっとおったらやっぱ具合悪くなるのもちょっと理由はわからんでもないですね。まあ長居する場所ではないんですぐ出ますけど、そうっすね、めちゃくちゃ気持ち悪いですね。出ようか。はい、だらしめホラーチャンネル。田原坂を出まして結構離れた場所にあるんですけども、花岡の夜景スポットのすぐ真下にですね、こちら官軍墓地あります。田原坂のすぐ下にある官軍墓地と本当になんていうかな、これ墓石やんなこれ、はい、そういうことやんな、昨日のやつはそうやから形は一緒なんですけど、こっちはねもうほんまに手入れされてなくて、今ねちょうど時間がもうほんとぴったり12時なんですよ、深夜の、はい、でもう夜景スポットにはもう本当に若い人たちがちょっと見えないですけど、もうめちゃくちゃおんねんな、はい、そのすぐ真下にですねこの光景ですよ。もう昨日行った官軍墓地とはもう全然違うよな、もう本当に手入れもされずに全くやな、はい、まあ、官軍があれですもんね、西南戦争の薩摩軍側じゃなくて、はいはい、明治政府の方が確か官軍って言われてたはずなんで、そうなんだ、いや、わかんないです、わかんない、嘘ついてる、聞いた、嘘ついてる可能性もあります、嘘ついてる可能性もあります、もう、だったらもうコメント欄で叩くないなんないしか、どうしましょうか、どうしましょう、だらしめホラーチャンネル。お疲れ様です。はいはい、心霊スポットに来ています。いらんやろそのお疲れ様。いやもういります、一緒におるやん、はいはい、十万山公園展望台に来ております、はいはい、でここなんですけど、まあ、こちらリスナー様から教えてもらった心霊スポットになります。はい、だから情報なしでしょ。情報なしです、うん、まあ、僕も調べましたけどね、はい、なかったです。確かにおそらくだからこれが展望台なんですけど、はい、なんか展望台にしてはなんか通天閣の上みたいな、めっちゃ綺麗な、立派ですね、めちゃめちゃ、そうや、はい、じゃあただね、まあ、情報ないのはいいんですけど、まあ展望台なんで、山の一番てっぺんにあるんですけど、山上がるときって結構複雑な道って多いじゃないですか、はいはいはい、まず普通にね道路からちょっと脇道入って山道になっていくんですけど、その僕3回ね道間違えたんですよ。ただこの道間違えた理由が単純に僕が地図を読めなかったんじゃなくて、そこに案内されたっていう言い方が多分正しいと思います。で1回目に関しては到着した場所がほんまあるあるなんですけど、お墓やったんですよ。ほんでえってなって、まあ、初めはもうぐらいやったんですよ、はい、まあまあ要はあるやろみたいな。で1回その場所出て違うルートに設定して次向かった場所がめっちゃいい感じの道で進んでたのに、いきなりまた行き止まりになったんですよ。またかよと思ってパッて見たら両サイドに曲がってますよ。えっと思って、まあまああるあるやなと。ほんで3回目違うルートでまた行ったら、またお墓があって行き止まりやって、3回連続ナビお墓みたいな、さすがにちょっと怖いじゃないですか。でこんなとこ車入れるんかなみたいな道で結局上がってきたんですけど、はい、途中で僕気づいたんですけど、暗闇じゃないですかずっと、はい、もうねほんまに多分ここ来たことある地元民の方って分かると思うんですけど、ここにたどり着くまでずーっと両サイドの箱について、今までいろんな僕展望台行ってきたんですが、案内される場所がお墓っていうこともなかったですし、そのてっぺんにこんな立派な展望台があるって
多分地元民の方じゃないと分かんないですね。かなりでかいですよね。ちょっと見なんかご飯食べそうな。あれって思いましたよ。これ普通になんか入れるんですよ。で、夜景が綺麗だね。すごっ。いや、そうなんですよ。めちゃめちゃいい場所じゃないですか。そう。いや、やらかしたかと思いましたよ、本当に。え？やらかしたかと思いましたよ。入った瞬間。なんか、あ、みたいな。だって普通にこうやん。はい。公園なんですよ。ほんまにこれはもうほんまに一望できるって言えるぐらい、はい、綺麗な夜景スポットなんですけど、綺麗な夜景スポットです。奈良市民ホラーチャンネル。お疲れ様です。毎回いる？毎回いります。あ、そうなの。はい。天文橋です。ほうほうほう、こちらですね。はい。で、こちらが実家の名所として有名なんですけども、はい、みたいですね。はい。女性の笑い声が聞こえるみたいですね。なるほど。はい。てかこれ歩道なんですよね、一応。歩道やね、一応。今トラック通った時に橋潰れるんかなって本当びっくりしましたね。そっちの方がめっちゃ怖かったな。まあでもまあ確かにここから落ちたらまあそうですね、しまいやな。ひとたまりもないというか、なんか、まあ、その名所でここまで、まあ、今2つ目の撮影じゃないですか。はい。1件目の撮影を終えて、まあ、2件目ここに来たんですけど、まあ、1時間半かかったんですよね。はい、うん。で着いてから僕先に調べたんですよ。はい。まあ、ここら辺の地域のニュースみたいなのがたまたま出てきて、はい、この橋を作ってる時に転落した人は確かにいるみたいなんですね。はい。事故ですよね。はい。事故で作ってる時に落ちた人はいるみたいなんですけど、したっていう話は聞いたことないって書いてました。奈良市民ホラーチャンネル。亀川ダムですね。はい。ここの名所みたいで、まあここの心霊情報をちょっとネットで調べたんですけども、はい、ここも出ず、はい、まあリスナー様に教えてもらった場所です。なるほど。でここのダムの近くに公衆トイレがあるみたいなんですけども、ほうほうほう、その公衆トイレで、女性がクッだと言われてます。普通に来いや、行きましょう。いや、今思うとさ、はい、スピリットボックスってやっぱすげえなと思うんだけど、はい、こうめったにこれもうほんまここ最近ずっといろいろ検証してんねんけど、はい、マジでこうやってほんまになんていうの、高速回転さしてるから、はい、声とかってめったに入らんわけ。はいはいはい。ようなんかあんなまともに会話できとったなって今改めてめっちゃ思う。まあ、ちょっと使えるときに使っていこうと思って。はい、うん、結構高さはある。飛ぶとしたらこっち側なのかな。こっちはもう飛んだ。結構ちっちゃいですね。ちっちゃいちっちゃい。この奥の公衆トイレみたいな。はい。
でもそっちか。なんか奥に。違う、普通に違う街灯だよ。ああ。これか。これですか。これ。うん。ですか。する場所はもう特になさそうやけど、はい、だでも結構なこういうなんていうかな心霊スポットの公衆電話とか、はい、公衆トイレってそういう風にやっぱ言われがちやからなですね。いや大丈夫じゃないですか。なんかごめんなさい、スピリットボックス出すタイミングないですねこれ。あ、ちょっとなんか違和感あったらもう速攻出したろうもんだけど特に大丈夫そうですね。以上、熊本県、はい、亀川ダム、はい、まあ、雰囲気はありますけど大丈夫じゃないですか。一応来ましたけど、まあ、肝試しに来るのはちょうどいいぐらいですね。まあ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 、いろんな説が立ってる場所なんで、はい、まあ、肝試しぐらいの場所ですね、まあ、そんな危険な場所ではないと思います。置き去りパターンの撮影しようかなと思います。ここに関してはもう異常、噂では殺事件があったと言われているんです。全てがここに残っていると言われてますので、もうこんなにもな一人でやりたくないって思ったのはちょっともう初めてですね。うっすら声みたいなの聞こえて廊下の方にちょっと出たら1階でなんか足するような音聞こえますね。聞こえます、足音。皆さんこんにちは、ヤカズです。全国心霊ツアースタートしました。これ何かと言いますと、全国各地の有名な心霊スポットを撮影して回る企画となります。また今までの撮影よりも少し体を張りまして、現地でのテント泊、こちらを取り入れて少しでも皆さんに見応えのある動画をお届けしようかなと思います。なのでまあおそらくですね、1年以上かかる企画じゃないかなと思っております。あと極力ですね、雪を避けて全国を回りたいので、行く順番はちょっとバラバラになるんですけども、必ず47都道府県すべて制覇します。またネットの情報だけだと少しやっぱり弱いので、皆さんのお力貸していただければなと思います。で現在地の方なんですけども、インスタグラムのストーリーもしくはライブの方で随時更新していきますので、今の間にフォローの方だけお願いします。でアカウント情報なんですけども概要欄の方にも載せております。もしくはインスタグラムで直接ヤーカズで検索です。ちなみに今の現在地はこちらです。では今回も最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。